田島翔は、日本中央競馬会立党所属の元騎手、調教助手。妻は、小島貞弘元調教師の次女。2000年に、美穂・大江原明旧社所属で騎手デビュー。同期に、梶明広、西原玲奈らがいる。2000年3月4日、中山競馬12競争で永久ガッツで、初騎乗。城野シーザーで、初勝利を挙げる。 デビューの年は5章を挙げた。なお、デビュー初年度から、しばらくの間、障害競争にも参戦、一時、中断した時期もあったが、2011年より騎乗を再開している。2003年には前日の小島の次女と結婚。2004年には、中山グランドジャンプで GI 初騎乗。同じ日には、娘も生まれている。2005年には、大賀賞で、 HGI 及びクラシックに初起乗。この時のパートナーであるテイエムチュラさんは、後にアイビスサマーダッシュで重賞制覇。これが田島にとって唯一の重賞勝利だった。2006年には、三穂から立東へ拠点を移し、義父である小島の旧社に所属する。自給車所属場への起乗が多く、特に2006年は、小島旧社の出走場のほとんどに起乗していた。 これは、上記の血縁関係の他に、小島の騎手時代の師匠である、富山田目夫と同じく、自給者の馬には、自給者の騎手というポリシーに基づくものである。また、小島と婚意にしている、佐山有給者からの依頼も多かった。晩年は、騎乗機会が減少し、田島のほとんどの騎乗馬が、小島給者の所属馬となっていた矢先に、 後ろ立てであった小島が2012年1月24日に休止。小島旧社が管理していた全所属場が臨時貸し付けを受けたゆ、久保幸夫旧社に天馬やしたものの、田島の騎乗機会は全くなくなり、2012年4月20日付で騎手を引退。作田聖治旧社の調教助手となる。ありがとうございます。